Thank you very much for introduction、uh, と。と、えー、長坂です。よろしくお願いします。えー、っと今日はあのえー、っと礼というテーマでえー、っとあれこれ古いやつだな。えー、っと僕はあのあれこれ古いやつですね。このまあしょうがないな。えー、っと。 あの建築だけじゃなくてあの家具のデザインとかいろいろやってるんですけどそこでいつも大事にしているのはその知の更新っていうのはまあ言ったらばリノーレッジってなるんだと思うんですけど、まあ、そのその更新いうのは 何かを知ることによってデザインは生まれてくるっていうふうにいつも考えていていろんな分野で仕事させてもらってます。えー、っと <laughs> まずその、まあ、デザインを考えた時に通常その足すっていうことを主にまあしがちだと思うんですけどあのこのプロジェクトは あの引くとととといいううここででデザインができるるを初めて体験するプロジェクトですまああのそもそもこのプロジェクト自体が非常に予算がない中でやったプロジェクトです。で、まあ、どういうふうにやったかっていうとほとんど一部屋あたり100万円ぐらいしかないのでその100万円でできる範囲でやると結局何かを足すということではなくて。 えと引くで例えばこの緑の壁を引くと右のような状態になるんですがそうすると今までこうあのリビングルームを介した和室と洋室っていうふうに分かれてたものがその壁を取ったことによって突然今まで関係を持ったことのない隣り合わせのものが関係を持ち出す。例えばこの、えーと 壁を取ったことによって本来見えてなかったユニットバスがそこに見えてくると前まではそのえっ、ー、と隣のドアを開けて入っていくともうあのドアの向こうの右に行こうが左に行こうが奥に行こうがあの人の認識はあまりなくてあの人はどこ行ったんだろうっつったらお風呂に行った。だけど このひとたび壁を取ることによってあそこにいるっていうことが分かるようになるそういうふうに一つ壁を取ることによってだけでも空間の認識が変わってくるということをこのプロジェクトを通して築きますまあこ,れこ,うこういった感じで、えっと、いろんな部分を取りながら再構築するっていうプロジェクトですこれも同じように 緑の壁を抜くとこういうような形で変わってきます。これも同じように。なかなか。えっとあのこれはあのそのプロジェクトをやった時はまあもともとそういうこうなるってことを全然想像しないで僕はあの現場に行って。 あのバールを持って、えー、と図面を描くんではなくて現場に行ってバールを持って解体しながら計画をしていたので、えー、と解体するだけでデザインが出来上がるっていうことは全く理解できなくて,、えー、とや,ってやり終わった時にああもしかしたらそういうことがデザインなんじゃないかっていうことを気づきます。でその時に改めて自分がやったことを 再認識するために描いたドローイングなんですけど、まあ、これはあの日本の有名な夏目漱石のテキストなんですがこう部分的に間引いていっても新たな文章としてこう読み解けるとでそういうふうに引くことで、えー、とデザインは再構築できるっていうことを、まあ、ここを通して知ります。でまあ、もう一つここで我々にとっって大きかった えとまあ「あの,地の更新はあの今まで作ったものに人が手を加えるのを見るとあまり好ましく思ってなかったんですけどこのプロジェクトはそもそも引いちゃったのでたくさん足らないところがあるのでそれをこう住む人が加えていくっていうことを許したんですけどその様を見た時に非常になんていうかあの面白いと思ったんですね。 でこの経験を通してもっとこういうなんて言うんでしょうあの自分が手を加えたところで終わるんじゃなくてこうその先に住んでいる人があのどんどん手を加えていくことで変化していくような建築こういう建築を作ってみたいなということを考えます。えーっとまあ、ちょっとなんかけけすいませんなんなかこれあの えと多分用意したものと若干違ってて飛んでるんですけど、えー、と気にせずどんどんん説明します、えー、とこれはあの、えー、とカラーリンというプロジェクトであのここではリという意味でいうともともと日本にあった伝統的な工芸デザインの技術を再認識することによって新たなものを作る。 というきっかけになりました、えー、とこれですけど「まあ,あのうづくり」という日本の昔からあるこう硬いブラシであの木目を削ると冬目のところは成長が遅いので硬いのでそのまま残って夏目のところだけこう削れるとそうすると木目に合わせてアンフラットなこう表情が出ます。でそこを もう一つあの伝統工芸でつがる塗りっていうのがあるんですけどこれは漆で乾く前のところにこういう種をつけてそこに後で黒と赤の漆を塗って最後研磨すると右のような模様ができるというような、えー、とテクニックがありますで。それらを組み合わせて作って、えー、と上にあるような普通のプライウッドを、えー、ピーリングして。 そしてそこに3色の色を重ねてで研磨をするとこんな感じで、えー、と木,木目が色に変換されるとということを気づきますでそれで作ったのがさっきの家具なんですけどそれがこの間しばらく前にそのアルテックのこの椅子の表面をこのデザインで作らせてもらうということを行いました。 これはまさっき言ってたその、えー、と住む人が自分でこうアップデートしていくっていうような建築の在り方っていうのが実は自然なんじゃないかっていうことをまあ考えるようになって。 その建築の在り方をもう一回考え直すことをしましたそれはあの家具が人の手の届く範囲でまあ手を使って動かしやすいのに対して建築はまあ手が届かないこの建築と家具の間をえと攻略することによって我々はその新たなその建築の在り方を見つけられるんじゃないかということを考えました。 でこれはとあるあの京都の京都芸大のプロポーザルで、まあ、惜しくも2位で実現しなかったんですけどその中で大きな発見をします。それはあの多目的スペースのところを多用途で構成するっていうことが我々のスキーマの,あのこれグループ4人ぐらいの建築家で一緒に作ったプロジェクトなんですけど我々のパートとしては黄色いこの部分を いいいくつかの用途ををを重ねなながら使,い使い倒せるよううう場所を作ろうということこ考えましたそこでヒントを得たのがパリでのこの風景なんですけどパリ行くと、まあ、歴史的建造物なんでなかなかその手を加えられないはずなのになんで街がいつも豊かに見えるんだろうっていうことを疑問に思ってパリの街を観察してたんですけどその中で巡り合ったのがこの風景で。 例えば上のマルシェなんですけど朝こう市の役員が車で持ってきてポールを立てて屋根をかけていくんですねあっという間にそのマルシェの構造は出来上がるんですけどでそのなぜできるのかっていうとこの足元にある穴があってそこにコン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 刺していけばあっという間にポールが立つんですね。で昼過ぎてて終わるとそそののポールはどんどんん抜かれてまたその あの道を車が通っていくっていくう、まあ、そういうようなその変化がこうパリの中にあって例えば右の,そのベンチもあのパリで家具とか置いてたら普通はこう持ってかれちゃってどんどんなくなっちゃうんですけどこれだけ重いとさすがに持ってけないだけどこれはハンドリフターひとたびハンドリフターを使えば自由に動かすことができて公園を多目的な利用にできるような機能をこのベンチが持っているの。 で右下のものも、まあ、よくよく調べてみると、まあ、パリを象徴する風景ですけどただ単にこう染み出してその席が外に出ちゃってるわけではなくてあそこのスペースを市から借りてその税金的なものを払ってそこの場所を利用して市としてもお金が入ってくるしそのカフェとしても人のにぎわいでまたお客さんを引きつけるようなことができている。それが結果的に 町を作っているんだなというようなそういう公共の部分の仕組みっていうものに、まあ、パリで結構学ぶことがあってそれをどこかで利用できないかなっていうことで考えてあのハンドリフターシステムと,その、えー、とあらかじめ建築に施していくマイクロストラクチャーシステムっていうのを組み合わせて、えー、と建築を考えるっていうことをしました。 まあそれによってそのギャラリーが例えば1.5倍の広さが必要になるときに少し拡張して他の家具とかを移動させながらこの多目的な空間を利用していくっていうことを考えました。でたあれあれ、まあ、こんな感じでその同じ場所を多用途に利用していくことを考えています。 あのこのプロジェクト自体はあの、えっと、負けて実現しなかったんですけど、えっと、その後にとあるあの武蔵野美術大学の、えっと、仮の校舎みたいな、まあ、そのメインの校舎が、えー、建て替わる間の、まあ、期間人を逃がすような施設を作るんですけどとはいえ20年ぐらい使うための、えー、校舎を何か面白いことで利用できないかということを 提案してくれとというこをを依頼を受けますでそこでやったのは本当に建物自体はプレハブのなんてことない建物なんですけどそこをさっきの仕組みを入れて自走、えっと、し,し続けるその空間を考えました。というのもここはインテリア学科でその工具を使った教育がされていてみんな。 物を作ることが自分たちでできるようなところなんでそこの機械を利用して自分たちで空間を作っていくで、まあ、ただ単にその工房だけ与えて自由にするというよりかそこにこう、えっと、ポールシステムとあのさらに電気のこう配線を自由にこうグルーピングできるような仕組みを作って、まあ、あの時に 半分に分けてそれぞれ違う使い方をできたりっていう自由に空間を交じきれるような仕組みを考えました。まあそれでそこにあの上にこうレースウェイを垂らしてそこにあの等間隔に穴を開けてそこにポールを刺すことによってその空間を作っていくような仕組みになってます。 でもちろん家具なんかもハンドリフターで動かせて自由にその場所場所の使い方が変わるようになってますで建築の方もまあその十分な予算がないということもあるんですけどあの我々はもう必要最低限施してあとは自分たちで壁を塗りたければ塗ってもらって壊したければ壊してもらってっていうことを考えます。でまあ、例えばその、えーと まあサイン計画自体もあのこのあと白く壁を塗ったらあの見えなくなってしまうので半んでこう作ってそれでその、まあ、塗った後もう一回半んでサインをつけるみたいなことをすることで自分たちでその動かしていく建築っていうものを考えましたで実際にまあ彼らはその後その多様にいろいろな使い方をしてあのこういった ものを実現していきます。えー、っと、まあ、その自走する建築っていうものからすると。もっと街自体も自走する。そういう仕組みを作っていけないかということを、まあ、そのパリの例も含めて考えることがありました。それは、あの、えー、っと、韓国のチェジュトンに。えー、っと、いくつか。そのバラバラに。 サイトを持っているオーナーさんがいてそこからの依頼で、えー、と同時期に何個かの建物を回収する機会をいただきます。まあこんな感じでその全部一体でないので建て替えとかそういうことではなくて既存の建物を利用しながらその街を少しずつ変えていくっていう依頼なんですけども、えーとまあ、例えば日本の d d ンドデパートメントっていうところがそのレストランと えとまあ、ショップとさらに初めての試みとしてホテルを3階に作ってで手前にはフライタグそれから自転車屋さんとかあとはそのカフェとかそういったものをこう入れながらその街を作っていくっていう時に、まあ、ちょっと我々途中で迷ったのがあのこの一つの地域に同じオーナーで同じデザインを我々がするとするならば。 どういうふうにその印象付ければいいのかっていうことをまあ別にその必要あるかどうかは別として悩んだんですねなんですけど結果行き着いたのはあのえっとそこは感じない方がいいんじゃないかっていうことを考えるようになりましたというのはその言葉として見えない開発っていう言葉を自分たちで見つけるんですけど まあ世の中にその今アジア、まあ、東京もそうなんですけどどこ行っても今までにない新しいなんとかかんたらっていうビルが開発がたくさん行われていると思うんですけど、まあ、その時にそのあのえー、っとまあなんかどこ行っても大体同じで、まあ、連れて行かれてもあまり嬉しくないどちらかというとその足元に並んでいる 小さな店の集まりだったりする方がその土地土地のこうあの特徴を表していて、まあ、そういったところに行ってご飯食べたりする方が全然面白いだからそういう見える開発に対して我々はその見えない開発っていうものを考えて作っていくことによってこれからあのアジアの見え方っていうのは変えていけんじゃないかみたいなことを考えて提案し,あのしました。 で、できたものはこんな感じで、あの隣り合う建物同士が関係するような建築です。ざっといきますね。時間もないので。ここがまあショップになる。 例えばまあここも、えー、とホテルの中から隣のこうフライタグが見えてフライタグの中にこう入っていくとまた隣のあ下の自転車屋さんに行ってでまた外に出てって隣のカフェにこう入っていく。で、まあ、旗から見たら誰か同じデザイナーで作ったかどうかなんてわからないしこの間にまた全然違うデザイナーが入って。 こう街を構成していってもそれは全然お客さんにとっては喜ばしいことで、その領域は全然見えない。でこの道を挟んだ向こう側にまた新しいサイトがあってそこを回収することをしてます。でここではその地じ島っていうことでたくさんのその、えー、と海洋ごみが海の近くに転がっているのでそれらを集めて。 えっと重機を構成するということをしましまたでこんな感じで今もこう少しずつ少しずつそのこのいくつかの建物を改修しその見えない開発は進んでいる間にまあ僕らじゃない全く関係のないその当時は全然人も歩いてなかったこの場所が少しずつ認知が深まって違うクライアントが違うデザイナー立ててえっとこの地域を 手を入れるようになってるんで、徐々に徐々に、知らないうちに、街がどんどん、こう、もう一回生き返っているっていうような状況がここで続いてます。えっと。えー、ここはちょっと飛ばしますね。後で時間があったら。あの、いきます。あの、銭湯の回収です。 今日ね時間をちょっと間違えてたんであの飛ばすところがいくつかありますこれはあのベネチア・ビエンナーレで、まああのえっと、参加させていただいた2021年のベネチア・ビエンナーレですえっとそもそもその、えっと、ミラノ・サローネとかそういうものに何度かこう出させていただいた経験からそろそろこう SNS とかもう散々に世の中にある中で、うん 果たしてその国際展示っていうのがどこまで意味があるんだろうかっていうことをまあちょっと考えていて、まあ、そこをもう一回改めて考える機会にということでまあ考えたんですけど、まあ、考え方としてはその日本で作ったものをコンテナに入れてそれを運んで予定せあり完成させるというものではなくてその動いどうせ動くんであれば動くプロセス自体をまあデザインできないかっていうことを考えました。 でかつそのどこでも手に入るようなその規制の材料を使うんではなくてたまたま目の前で解体される建物を、えー、材料にそれを使って作ることを考えましたでまあこれをその再度使うとなると機械でバシッと壊すんではなくて手で一枚一枚剥がしていくんですけどこの建物自体は45年ぐらい経っている建物で。 その4、5年の歴史が一枚一枚剥がしていくたんびにこう見えてくるんですね。で、そうするとまあ、その時代時代に一応新しいと言われてた。建材がそこいらでこう使われていて、まあ、その家族の成長とその建物の変化っていうものをこう。同時に見ることがこの解体をしながらされるっていうことを経験します。で、それを我々はその動いて4人の。 建築家が参加してるんですけどそれをこうあの一斉に作るんではなくて順番にその送り込んで作っ,あの作って次の人にバトンタッチしてその人が何か忘れたら後ろの人が届けて直していくみたいなことを繰り返し調に空間をを作るってことを計画しましまた,ただそれは2020年でまさしくコロナの年でえっとあの そもそも動けないと動きながらデザインするということがそもそもできないときに、えっ、ー、と我々は結果取ったのはオンラインでえっ、ー、と現地の職人さんを動かして作るということをします。ただその時にやはりそのえっ、ー、とこの我々が学んだのは、その今まではただのゴミでしかなかったものがえっ、ー、とこの えっとまあ、ネットの技術の進化だったりサーバーだったりスキャン技術だったりすることによって個別の違う単体の,あの違いをデータ化全部できてそれをサーバーに全部入れることでその設計がコントロールできる。でかつここのの建物は実は実後 オスロにこう材料が運ばれて新築の建物になっていくんですけどその時もその材料のデータがこう渡されていくみたいなで昔はその合理化のために全部同じ材料で個性のある材料をなかなか使えなかったと思うんですけど今やこう進化によって個別に個性のある材料をしかもこういう古材までも含めて再利用できるでよその国、まあ、例えば日本から 遠いヨーロッパに持っていくとむしろ魅力的に見えるっていう人たちもいるっていうのがすごくユニークだなということを考えました結果我々はその、えー、と何か作るものを見せるというよりも解体していく過程で見えてくるその家族の模様とその材料の進化っていうものをメインのところで展示してその材料を、まあ、こういった感じで、えー、とデータ化するんですけど。 でその材料を下に落として工房で作ってであの、まあ、中庭に海上構成として作るということを行いましたここもちょっと飛ばしますその中で生み出してきたその新しいその在あの丸のこの使い方をいろいろ遊んだプロジェクトですちょっと飛ばしますね えっと、まあ、さっきのその。ベネチアビエンナーレを通して。その。ゴミと言われるものが。実は。意外と、その。ところ変えると、価値のあるものとして認識されるっていうことを。まあ、気づいて。それ自体の、えっと。使い方を。まあ、考えるようになりました。えっと。ブルックリンで。えっと、日本の。えっと、出し屋さんと。レストランと。 ライイフスタイルショップを一体にしたお店を作るっていう計画でそこでまあ、まあ、コストを抑えめにかつ日本の職人を連れてって作るっていうことを試みたんですけど、まあ、その時に、まあ、その材料はタダでっていうことで、まあ、ゴミを使って作ります場所はこんなようなその工場跡ここに、えー、と京都で 廃材になった材料を東京に運んで東京で加工を加えて当時まだ船があまり自由に動かなかったので、えー、と飛行機にできるだけコンパクトにして運ぶっていうことにしました。で廃材をこう加工して、えー、とクレート自体もこの廃材で使いそのクレートで物を運んでそのクレートから物を出したあとこのクレート自体も そのお店の重機として利用するということを行いました。で、少しスケールの足らないものに関しては、この frp を使って現地で日本のチームが加工を加えて大きな扉とか、そういったカウンターというものを作っています。そして、サインに関しても何かこう足して持っていくというよりもサンドブラストでこういう風に抜いて、その空間を。 あのサインを作るっていうこといししでこんなような、えー、お店なんですけど、まあ、いわゆるゴミでこれを構成していくっていうことで作ったお店です。でこのプロジェクト自体が意外とその何て言うんでしょう我々も円がだいぶ安くなって、まあ、ドルが高いので我々も意外と日本人を連れてってもこれビジネスになるぞ というようなことを気づいて今度そのロスでまた新しくその出稼ぎというプロジェクトをやろうというふうになってます。また、えっと、あと分時間あるかな移動とうものえー、っともう一回その移動というものを考えるんですけどあのどの えと尾道という、えー、と広島なんですけども、えー、戦争にでやられなかった、えー、あの古い建物の残る、えー、場所がありますとても雰囲気のある場所なんですけどこの今濃くなってるところが、えー、実はその、えー、と昔は菜園といってそのちょっとしたゲストハウスとしてこの辺ができていた場所なんですけど。 ある時に鉄道がこのピンクの鉄道が入ったことによってその完全にみあの都市から分断されて、えー、そのまま残ってしまったところなんですね。であのまあ風景としてはこんな感じでもともと車がなかった時代に鉄道ができて分断されたのでそのまま今はもう車の入れない場所になってます。すべて徒歩で 階段でこう上がって行って生活する場所なんですけど、まあ風景としてはやはり普段僕らが見るような東京とか京都でもあまり見ないような風景が転がっていて、同時にそのあ猫とか犬とかも安心してあの生活しているようなそんな場所になってますで。でそこをまあある時ログっていうホテルに泊まった時に目の前にこんな感じで明るく 高校とされて誰も住んでない風景を見て気になっていろいろ聞いてったらまあつい買うことになってえとその後さっきのベネチア・ビエンナーレの後にまに2週間ぐらいその隔離のために泊まってでそこで電気も水もほとんどないようなところで2週間暮らしたんですけど意外と暮らせるっていうことでまあ買うことを決断して。 やっぱり風景としてはこんな瀬戸内の穏やかなこう海と、まあ、鉄工所の音とさっきの電車の音と、まあ、非常にこう、まあ、我々にとっては原風景的な風景がここには残っていて、まあ、ここの部分を、まあ、どういうふうに生かしていくかっていうのを考えました。でまあ、ただ箱だ箱け 作るのはお金集めるで、まあ、作っていけばいいんですけど、まあ、それだけではなかなかこう立ち回らないっていうことであのあこれはお金はクラファンを植えて、っとまあ、そこで実際にこう運営をしてくれる人自体を中に隣の家に住んでもらって作りました。で彼らはあの,我々の元スタッフで、 建築をやっているものですで同時にネットワークとしてその過去に付き合いのあるロイドホテルのチームを使って、えー、とラ,ブラブハウスというものを考えて作りましたでまあいわばクリエーターが泊まりながら展示なりワークショップなりをしながらその町と交流していくでそれによってこの希少な風景が残らないかっていうことを考えます。 工事の風景なんですけど、まあ、こんな感じで、まあ、全部手仕事でで建物自体も結構歪んでたのでそれをこういうふうに一つ一つ手直しをしながら回収しました。でまあ壁とかの直すのに学生とか若い人たちがワークショップで参加してくれこういうふうに作ります。でさっきのこの、こ 浄化層ですね今までその浄化層もなかった場所なんですけどそれを全部手運びで、えー、と機械を使わずに設置するようなことをしています。で結果こうできたんですけどまあこういった建物を、まあ、のこの希少なこの風景を残しつつその未来の,その技術がこう改めて入ってくると実はその もしかしたら集会遅れでこういうその分断された町ではない隣り合う関係の密接な町がもしかしたら将来そのえと貴重なものとして見直されるんじゃないかということでまあ一つ建物を保存するでその建物を保存することによってまたその知識や周りに伝播してこの地域全体がしばらく生き延びたらなというふうに思っています。 であの最近、まあその、これは、えっと、無人島を、えー、で人が生活できる環境を作りたいということがテーマとしてあってずっとこう関わってきあの考えてきたものが、えっと、実はその場所があるよということと、えっと、クライアントでそこにホテルを作りたい人がいるよということで。 まあ計画をちょっとしましたでまあさっき言ってたその、えー、と飲み水から、えー、と排便そしてまあその電気ガスといったもの今まで必要だったインフラ自体をもう今やそのある程度の技術を使えば全部作れるのでそれをこう実現できる島をっていうことで、えー、と計画もしました。でまあ、ある程度数字も出て えっとできるかなっていうところはあるんですけどまあやはり一泊あたり非常に高い金額がなってしまうんで果たしてそれを我々が本当に求めてたものなのかっていうことで今ちょっと足踏みをしているんですけどそんな中で一つ気づかされたこととしてあの、えー、っと今、えー、っと直島の隣の手島であの仕事プロジェクトが一つ始まっています。 そこはあのこういったこう島になってるんですけどこの山状の島の下に大きな岩盤があってぜ降った雨が全部ろ過されてその岩盤の上にきれいな水をためるんですね。でそのきれいな水を上に上げてだんだんにこう田んぼを耕し水を送り込みそしてその下にこう畑が。 まあ、あるようなでその畑でまた水が肥やされそして海に流れていくんですけどそうすると海のその海藻がより豊かにこう育つそして豊かに育ったその海藻はやはり豊かな魚が集まってそしてその循環するという。で実はこれがもしかしたら僕らがそのさっきのオフグリッドの島で。 やりたたかったこととほぼ近いんじゃないいかっていうことを改めて気づいてこんな島ならもしかしたら僕らはたくさんあのこの日本に持っているんじゃないかっていうことを改めて気づくようになります。でこれに多分太陽光パネルがこう入ればきっとオフグリッドでこの島は生成さるでもこの島は今あの平均年齢が70歳ぐらいでもうほっとくと 人がいなくなくってしまうでそれを今我々のクライアントがそこに手こい入れして農業を引き継ぎつつ新しいこうその豊かな食材を利用した、えー、とサービスを提供できる施設を作ろうっていうんで、まあ、来年のまずはあの秋に向けてカフェを一つ作ってそのうちに少しずつオフィスや宿っていうものを作りつつ、まあ、移住者働き手を集めながら 移住者をこう募る、そうすることでこういった島がもう一回こう再生されるっていうことをまあ考えて今計画しています、まあ、実際にもうすでに若い人たちがえとこう入ってきてこんな農業の実験場所はないって言って農業を勉強した子が卒業してこうこ,こで実,実践してあの農業の活動をしてたりと。 そういうような形で徐々に徐々にこの町は今育とうとしています。また次はその、えっとまあ森を考え直すっていうようなえっと企画なんですけど、というのもその我々のクライアントがそのアイルランドにまあその広大な土地六十一エーカーの土地を購入し、まあそこの森を保存したいと。 いうことでで考え始めたんですけど、まあ、もちろん森をただ本存するにはそれをこう切って、えーとまあ、処理したりしながらその森を守らなければならないんでそこには人件費がかかるでその人件費をどうやって生み出すかっていうことを考えながら今そのこういった62エーカーの場所に既存であるいくつかの建物を改修しながらそこで 小さなビジネスが成立すればこの森を守っていけるっていうことで今計画しています。で、こういった古い建物をまあ改修し、えー、するのと、例えば昔ここはあのえっ、ー、と王様が来てその秘書地として利用してたところで、昔その森の赤いところにこの丸い建物があって奥にもホテルがあってっていう過去にはそういう場所だったんですけど。 まあその森をこう元通りに直していくと同時にこのホテルをもう一回こう立まあ一部建たせてそこをリトリートセンターとして使っていくことで森とその建物の共存がこうできるんじゃないかっていうことを今え進めてます。まあ、来年1つ多分1個の建物が改修が終わるっていうすごくゆっくりとしたペースでこの計画は進んでます。 まあそんなようなプロジェクトをいろいろ僕らはやらせていただいてるんですけど、あのー、最後宣伝になるんですけど「藩、あのー、建築」っていう本が、えー、ともう多分今月いや来月ぐらいに中国で出版されると思います。これは実は藩、えー、建築っていう本がもうすでにあると思うんですけど中国で。 これは僕らが今まで作ってきた3つぐらいの本をオムニバスにして本にしたいっていう出版社があってそれで作って出す時にタイトルを考えてくれって言われたんですねでまあ僕は「Between Architecture and f u n i t u r e かなみたいなことを言ったらいやいや全然それじゃ弱いよって言われてそれで付けたタイトルが「半建築」っていう付、まあ、けてもらったんですけど まあこの「版建築」っていう版の使い方が同じように我々漢字を使ってるんですけど、まあ、想像ができなかったんですけどさすが中国人はやっぱりその漢字をやっぱりクリエイティブに使えるんだなと思って強く感動してその「版建築」っていうタイトルせっかくいただいたんだったらもう一回ちゃんとあの書い一からそのテーマで考えて書いてみたいということで日本で「版建築」っていう本を去年作りました。 であのかねてから希望してた「半建築」っていう本が中国の本屋さんに2つ連なってこう紛らわしい本が並ぶことをちょっと期待して、えっと、作,作ろうとして今度で出るのがこの「半建築2」です。